いつもご視聴いただきありがとうございます。赤堀です。おつぐり。今回は久しぶりにクリエイティブからのオープニングです。ネイマール選手とのコラボハブ、とても素敵なハブですね。ミニゲームを探してみたのですが、このハブにはどうやらないみたいですね。さて、このクリエイティブでもらえる経験値にどうやら変化があったみたいなんです。金バナナさん、クリエイティブ放置でもらえる XP がシーズン始め6300、16.2、8400で、今回の 16.3 から25,200XP に大幅に増えたと。で、放置するだけで1日、126,000XP もらえるという風に変わったみたいですね。これはかなりの朗報です。放置はおすすめしませんが、経験値が以前よりもらえるのは嬉しい。放置してるの親に見つかると叱られますよ。赤堀も子供の頃よく叱られました。電気つけたらつけっぱなし、あんたただちゃうんやで、ほんま。何じゃ思ってんや、明日学校やで、ほんま。整理整頓もちゃんとして明日の時間を得ましたか。本読みも全然しないけど。当時はうるせーって思いましたが、全部正解です。やることをすべてやってからフォートナイトするようにしましょうね。ということで、クリエイティブの経験値が増えたでした。金バナナさん、ありがとうございました。それでは参りましょう。検証スタートです。どうでもいい。どうでもいい。どうでもいい。
今回の検証はいかがでしたでしょうか。ボスラズは雇っていない他の NPC ともバトルしないのか。ボスラズの位置づけが気になりますね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄で教えてください。皆さんの高評価、その一票がとてもやりがいになります。どうぞ高評価をポチッと押してください。以上、赤ゴリでした。バイバイ。お作り。